します。一段落置いてちょっと場の空気を落ち着かせてからこれやろうと思ってたんですけど、で MC も決めてたんですよ。池袋の皆さんこんばんはみたいな感じでこれ始めて、で今日夜遅くまでありがとうございました。しかも明日も皆さんね月曜日仕事しましたから、もうちょっとこんなロックみたいな曲ばっかりやって申し訳ないですけどね、ちょっと心穏やかに最後して日本が誇るピュアセレクトポップスユニット SMAP の名曲一曲やってね、穏やかな心で書いて、まあ一杯やって明日頑張ってください。僕らもねここに多分ミュージシャンとかね土日しかあいつらやってるんじゃないのみたいな感じなんですけど、多分みんなバイトやったりとか、あの先生やったりとかしながらもうね心はすさんでるんだよ、うん、だけどねまた明日も頑張れるように、これネタじゃなくてマジで思ってますから、 ありがとうございます本当に。やろうか、ちっちゃいちっちゃい音量で、ね、ちっちゃい音量で、あそこの髪の毛もじゃもじゃのおじさんがねずっとやってくれますからね、毎週ティアさんに拍手してくださいよ、ありがとうマジで、ミュージシャンの味方ですよ本当に。で今日の演者紹介します。キーボード中村英二、こっちドラム山口聡、僕が斉藤陽介です。で
ホームページとかツイッターとかいろいろやってるんですけど、ピアノシフトってこう入れてくれると多分一番上に出てくると思います。で今なんかみんな最近ライブやってないですよね、君たちみたいなこと言われるんですけど、あの CD 作ってたんですいません、あのもうすぐちゃんとライブハウスでやるので、それまで少々お待ちください。今日ちょっとだけ CD も持ってきてるんで、もうよかったら声かけてください。ありがとうございました。